イオンタウンタイアンジは、奈良県奈良市にあるイオンビッグ株式会社が開発、運営する、ショッピングセンター。ザビッグエクストラタイアンジ店と専門店からなる。2004年5月29日、奈良交通なら営業所と、近鉄バスなら営業所の用地だった場所に、イオンタイアンジショッピングセンターとして開業。郊外型のショッピングセンターではなく、 JR 奈良駅から南へ約 1km、JR 京伐駅から西へ 0.8km の市街地に位置する。各店舗には全国では6店目、奈良県内では2店舗目のイオンスーパーセンターとなる、イオンスーパーセンター大安寺店が入居。イオンスーパーセンター天理店及びジャスコ奈良南店との差別化を図るために、都市型スーパーセンターをコンセプトとして開発された。 その後、2008年9月1日に24時間営業から9時から24時営業に変更され、2011年8月21日には、それまでの運営会社イオンリテールが会社分割されてイオンビッグが設立。同時にこの店の運営がイオンビッグに事業継承された。また、2012年3月17日には、周辺住民が価格を重視していることや、 ディスカウントストアの要望が多いことを受けて、イオンスーパーセンタータイアン時点がザビックエクストラタイアン時点に業態転換。奈良県内では初のザビックとなる。再オープンに伴い、施設全体の名称がイオンタウンタイアン時に解消され、営業時間が9時から22時に短縮された。ありがとうございます。